これでか、これ史上最高額よ、これ200万のダム。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。思ったよりギリギリだったね。そして人口もあと1700人ぐらい。でも需要が伸び続けてる。これやばい。あ、低密度商業区画めっちゃあるじゃん。サンキュー。よし、さあ来ました。そう、てか誰かさ、モッドで作ってくんね。あの 25.5 まで自然発生するモッド作ってくんね。だったら俺のシティーズスカイラインズ人生に張りが出るんだけど。さあ来た。うわ、引いてるね波が。うわ、地面見えた、地面見えたぜこれ地面見える波はやっぱやべえと思うよな。よっしゃー、耐えろ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 、耐えるか、耐えないちょっと漏れたおもらしい。まあでもちょい漏れだな、ちょい漏れ。ただあのここで被害が出てるやっぱダム足りねえんじゃねえのこれ。いやー、これなんとかしないと。市長動きます。あー来た、災害対策本部の方々だ。これあれだね、高速道路が地味にこう水没するの厄介だね。産業の需要が爆伸びしてるけど、まあこれが落ち着けばなんとかなると思うんだよな。そうだよな、直前で車が止まります、でも波来ますだよな。やっぱだからさ、車じゃなくて急いで高台に逃げるのが正解。さあ9万8000人です、人口。ただ産業の需要が最後に爆伸びしております。この産業の需要をなんとかしたい。もう低密度商業を産業に置き換えて、やっぱね、バランスを調整するっていうのは大事なんですよ。ほら、どんなゲームでもやるでしょ、バランス調整のパッチ。今それ当ててるから、バランス調整パッチ当ててます。健康被害が出ている。こんな高層ビルで市民が病気になりました。これまた病院までのさ、直接の道路作ってやっか。病院ねえやこの辺。え、東京って病院ないんだっけ。まあ東京なんてもんはさ、オフィスと公共ぐらいしかねえから病院はないかもしれない、うん、多分そうだ。実際もそう、実際の東京もオフィスと公共ぐらいしかないから病院ないよ。いや、ここやば、え、ここやば、え、今更来るのこの波。何これ、何この波、最悪なんだけどいや本当にやめていただきたい。あ、でもまあ大丈夫、倒壊はしてないから、倒壊はしてない、倒壊はしてないし、なんなら車通ってるから大丈夫だわ。うちの市民慣れっこでした。あ、いいよいいよこんなもんって、市長大丈夫だよ言ってくれました、ありがとうございます。いいね、産業の需要は落ちたね、完全落ちたね。ってことはあと住宅ラッシュでしょ、住宅ラッシュ。もう低密度商業をぶっ壊してここに人を住ます。実際あんのかな、こういうのって。あのさ、まあないことはないと思うけど、スーパーだったところの上物壊してマンションに変えるとかってあんのかな。なんかないイメージあるな、あんまり聞かない。うちの町では日常茶飯事だけど。なんか商業壊したら商業の需要が伸びました。なんで、はい、イオン戦法で、商業の需要を満たしていくと。中心部の商業施設壊してタワーマンとか地方都市である。あー、なるほどね。そっか、イオン主体で商業区画をぶっ潰して高密度商業ちょっと置いて空いた分を住宅区画に変えるのか。あ、じゃあ実際あることを今俺がやってるってことだね商店街潰してイオン建てて、で商店街だったところに住宅を建てるっていう町開発やってます。さあ人口が 99,502 人になりました。もう秒読みですね、秒読み。最後はやっぱオリエンタルワールド天下ロケットでしょ。お、 99,921 人、あ、減った減ったいけー、もうあと俺はもう何もせんぞ、伸びろ。よっしゃ、10万人いったよおめでとう、うん、いやー長かった、10万
人に切ってるけど今10万人切ってるけどなんでかないや行く行く、ちゃんと10万人行くよ、10万人突破するぞ。いやー行ったぜ、長かった、ごめん10万人行ってない10万人行ってないよオリエンタルワールド天下ロケット、ごめん10万人行ってないよごめん早とちりさせてしまったうわーでもかっこいい、10万人減ってる、人口が減ってるよロケットいやーあっちゃーちょっと待って、結構やばい結構やばい、マジでやばい、やばい、10万人安定してない、安定してない、これなんとかしないと嘘つきになってしまう、市長が嘘つきになってしまう、やばい、これ絶対産業の字を、産業の字をこれ多分、いやロケット発射に驚いて死んでいった説、それだな、それを唱えていこう、いやマジでちょっと待って、ちょっとこれ居残り作業、残業してます今、10万人行ったはずなのに10万人行ったはずなのに今残業してます、まあ残業は得意だ、任しとけ、なめんじゃないよ会社員を、残業は得意だ、ちょっと待って、あと100人、お100人どこ行ったの、お隣の国から引っ張ってこいよ、なんか船かなんかでさ、ほら純粋に100人増やすの大変だから、隣の町から引っ張ってくる、船かなんかで、もう商業施設いらないんじゃね、ほらもうこのなんかグズグズ商業施設いらないでしょ、はい、商店街だったところに、住宅建てます、やっべ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 99,882人、これねタイミング悪くデスウェーブ来た説あります、あれっすね、税金下げよ、あのこんなにお金いらないんで僕たち、ほら税金下げるよ、市長10万人1回超えた瞬間優しくなるの巻スタートです、急に優しくなります市長、あの一時期土地を持ってるやつからね土地をぶんどったりとかしたからね、あの時の市長はもう気が気ではなかった、なんだこれは地価が低すぎます、なんだこれ、え税金下げたら地価が低くなったんだけど、マジやべ、すげえ大赤字なんだけど、え超大赤字なんだけど、よし10万人超えたえこんなんだったっけか2度目、涙の10万人超え、さっきのは普通の10万人超えで、今回は涙の10万人超えなんで、はい、よかった、10万人無事超えることができました、ありがとうございます、ありがとう。それではじゃあ最終回恒例のあれやるか、ただ、今回は災害はやりません、なぜなら僕たちの大好きな日本が災害に襲われるのを見たくないからです。なので、今回最後にやろうと思うのはダムで囲みます。やっぱさ、ちょっとここから入り込んだりとかしてダメージがあったじゃないですか、なので、ダムで囲うことにしました。ちょっと待って、ここでもあ、やべ、建てられない、建てられないんですが、ここはじゃあこんな形で、茶を濁して、でここに建てるでしょ、で一発大きいの建てて、一発大きいの建ててここにもう一個建てる、でここは高速道路があるから茶を濁す、こんな感じでしょプランとしては。来た、でこっからここ、バーン、いやいいね、大きい、やっぱダムって気持ちがいいよな。ここまだ土地判定されてない、よし、されました、よし、あいいね、気持ちがいいね、ほらこれでか、これ史上最高額よ、これ200万のダム、200万のダムよ、今まで確か150万のダムが最高記録だったんだけど、これ200万のダム、圧巻、
うおー、これはこれはすごいね。気持ちがいい。絶対に大丈夫だわ。いやー、ということでですね、無事、日本列島10万人計画、達成できました。最終的にはダムで囲う形にはなってしまいましたがね、まあ、こんな日本があってもいいんじゃないかなということでね。いやー、長いシリーズだったな今回も。あれなんだっけ、格差の島と同じぐらいの長さに結局なってしまってますね、うん、サクッと15本ぐらいで終わる予定だったんだけど、気づけば、シリーズ65でしょうか、知らないけど何本編集になってるか分かんないから65ぐらいじゃないでしょうか。はい、ということで、シティーズスカイラインズ列島開発編、これにておしまい。おしまい。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。